はい、こんにちは。相手のセンターはテルリアで、ガーネットとコバルトで挟んでおられます。忍者軍団はファミリーで、回避を持っているのが厄介です。さらにドレイクフォンとキルハイア、攻防がバランスの取れたチーム構成だと思います。はい、それでは行きます。初期盤面はなかなかいいですよね。行っちゃいましょうか。はい、行っちゃいましょうか。ちょっと見立てが甘かったですね。はい、これでスキルが発動できるので、回復をまず封じてしまおうという、だから赤主体にしました。はい、では、ハートの女王のミニオンを守るために赤ずきんを先に呼んで、忍者は回避があるんですよね。分かってます。はい。おお。はい、キルハイアもハートの女王がいるので防いでくれます。全体攻撃に対してハートの女王のスキルは本当優れてますね。では、どうしましょう。どうせ発動されますしね。もう発動されるならされましょう。はい、発動されついでにもうされちゃいましょう。ではこちらは、相手の回復役はもう削ってしまったんで、こちらはもう回復重視でじっくり倒していこうという、姑息な時間稼ぎをしながらの戦い方で勝てるかなと。はい、攻防バランスの取れたチーム構成をされておられました。むしろ攻撃寄りかな。初期盤面からはちょっと見立てが甘くてパズル下手だったんですけど、なんとかいけましたね。本当は撤退してもう一回やり直そうかって思ったんですけど、そのくらい思い返せば最初は下手なパズルしてました。そろそろ終わらせたいな。はい。これがあるんですよね、キルハイアは。はい、ありがとうございました。